和慶塾専門公益財団法人和慶塾は、東京都文京区目白台にある男子の大学生、大学院生のための学生寮である。株式会社、前川製作所の創業者でもある、前川喜作によって、共同生活を通じて、社会人としての知性と特性を備えた人材の育成を趣旨とし、1955年に設立された。和慶塾の名称は、 聖徳太子の17条の憲法の第1条、いかずため高から取られ、和は、人と人との和や、四季の自然に心から和むこと、高氏は、人を敬うだけでなく、真理を敬うことを意味している。国内外の様々な地域から集まった約400名の男子大学生、大学院生が、共同生活を送っている。特定の大学を対象とした、学生寮ではなく、 熟成の在籍大学は様々で首都圏の約50大学に上る。目白台大の閑静な文教地区に位置して南に神田川を望み深い緑に包まれた旧細川公爵邸の約7000坪の広大な敷地に東領、西領、新南領、北領の4つの領を有する。和系塾はオックスフォード大学やケンブリッジ大学の学生寮を 参考にして構想されたと伝えられている。校内には、グラウンドやテニスコート、大行動や24時間利用可能な自習室などがある学生ホール、武道場に日本家屋、音楽練習場や閣僚の地下ホールなどの多くの充実した施設を備えている。また、総勢約50名もの専任スタッフが熟成の日常をサポートしており、 和慶塾はその規模と内容から和が国最大級の男子大学生寮であると言える。なお、敷地内には非常時にすぐ避難できるグラウンドがあり、地域の広域避難場所にも指定されている。また、災害時にも塾生が3日間生活できるだけの食料を備蓄しており、救出救命機材も塾内に整えている他防災避難訓練も実施される。発足時の寮は、 本館のみであったが、1957年に、南寮、西寮、1958年に、北寮、1997年には、東寮が開け漁している。2005年より、大学院生と留学生のための寮である、辰巳寮が加わり、さらに2009年に留学生の比率が最も高い館寮も加わった。留学生は、 アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、アイスランド、ブラジル、そして、アジアでは中華人民共和国や、韓国や台湾など多岐にわたっている。なお、西領と北領は2009年に建て直されており、その後、南領、官領、辰美領が統合されて新南領となり2019年4月に、開け漁している。熟成の教養を培い、また品位を高める教養講座が設けられている。 日本の伝統文化や武道、西洋、または東洋の古典林読会や英会話教室、最新の情報技術の勉強会など様々である。剣道、居合道、柔道、空手道、自家進化ゲリ法廷、中国古典林読会、グレートブックス研究会、茶道、軌道、書道、座禅、絵画研究会、英会話教室、タッチフットボール同好会、シュート同好会、 情報技術部、以上16の講座を一流の講師陣が指導に当たっている。各界の第一人者を招聘しての講演会、シンポジウムも創立以来550回以上に上り、おおむね年に3.24回は開催され、熟成は大学だけでは学べない興味深い講話に耳を傾けることができる。大講堂前の廊下には講演者から寄せられた記号が飾られている。 また一年を通して様々なイベントが開催され、参加や運営を通して熟成が学びながら、互いに交流を深めている。主な行事として、入塾式、創立記念熟祭、日課交流、山の手一周俳句、体育祭、予選会がある。中でも演劇を一から作り上げる熟祭と3週間にわたる両対抗の体育祭は大きなイベントで、体育祭では、 野球、サッカー、テニス、バスケットボール、バレーボール、ドッジボール、競技、卓球、水泳、3000メートル走、剣道、柔道、相撲、綱引き、など、約20もの種目で、閣僚の熟成がプライドをかけて競い合い、最後を飾る、騎馬戦に至るまで大きな盛り上がりを見せる。追記は系塾には、在塾生を対象にした、奨学金制度が設けられている。 前川希作の個人による拠出基金であるため、前川奨学金と呼ばれている。対応金額は月額3万円、または6万円。返済に関しては対応終了の1年1ヶ月後から、毎月に月額対応金額の2分の1ずつ。審査については、書類選考並びに上金理事による面接が行われる。和慶塾本館は、細川屋台16台。 細川森立港により建てられた昭和初期の代表的家族邸宅である。平成10年3月13日に東京都有形文化財に指定されている。関東大震災後の昭和7年に建物の設計を大森建築事務所に施行を大林組に依頼し、昭和11年12月に竣工した。旧細川公爵邸は邸宅だけでなく庭園自体も 有形文化財に指定されているほど非常に価値のある庭園を持つ。昭和30年、前川喜作が和慶塾を設立した際、邸宅を含む敷地約7000坪を細川家より購入した。和慶塾は本館を熟成の教養講座の活動の場として活用し、また指揮者を招聘しての講演会、シンポジウムの開催など、熟成の地域、 特育の場として積極的に活用を進めながらも文化財として大切に保存している。また、最近では結婚式の会場に使われることもあり、さらに映画やドラマ撮影のロケにも使われることもある。一般公開は不定期に実施されている。なお、新江戸川公園、衛生文庫もかつては細川公爵邸の敷地内にあった。所在地。 東京都文京区目白台1-21-2構造及び形式、鉄筋コンクリート造り、地上3階、地下1階建て、1階面積約585.82平方メートル、延べ床面積約1863.59平方メートル、建築面積8648.2平方メートル、銅板段武器及び6屋根。ありがとうございます。